ワンストライクからバッター松本に能見が2球目投げました。打ちました。ショートの頭上を越えていく。レフト方向、落ちるヒットになりました。ノーアウトランナー1塁。勝ち越されたジャイアンツがすぐさま5回裏、同点のランナーを送り込んでいます。あ、そしてやはり岡田さんがおっしゃったように、笠原を原監督はやっぱり打席入れてきました。そのままですよ、そんなね、慌てる必要ないでしょ。貯金10何個もあったらそんな、ね、そうですね、慌てる必要ないです。これはもう、これはもうね、宮国がああいう方になったわけですからね、今度はもうこれね、これあの笠原でもチャンスですからね、そういうチャンスの目をあんまりね、あのなんかあの逃さないというかね、チャンス与えますよね、原監督はね、まあ、それだけ余裕があるからね、こういうね、今ホームランで1点ビハインドですけどね、やっぱり代打行かないと、ね、こういう続投になるんですよね、ジャイアンツは現在貯金今シーズン最多の14を持っています。で、原監督も長いペナントレース次につなげられるようにしたいと開幕前に語りました。バッターピッチャーの笠原、サードが少し前に来る。ノーアウトランナー一塁。ピッチャーの尾身が相手の出方を伺う、一塁に牽制球を送りました。バハラ監督というのはそういう采配をされるということなんですね。まあ、それはチーム状況よりますよ、はい、まあ、この余裕があるからこそできるということも、ね、言えるわけなんですよね。打席のピッチャーの笠原、バントの構えを作っていますが、一度打席を外して三塁コーチのサインを見ています。さあ、能見はここを抑えれば久々の登板で2勝目の権利が発生するんですが、先頭バッター松本ヒットで許しました。ノーアウトランナー一塁。バッターピッチャーの笠原に1球目投げました。バントの構えから見送るボールです。ワンボールノーストライクになりました。バントうまくなさそうですね、この構え、ね、そんな感じですか。ある程度こう打席に立った気配で、ね、解説の方分かりますよね。これはうまくいったゲッツー取れますよ。お、そうですか。今日は4月23日名古屋ドームでの中日戦以来13日ぶりの登板、一登板となっている能見。2対0から犠牲フライ2本で追いついてもらって、先ほど5回は新井貴浩の勝ち越しのソロホームランが生まれまして、3対2タイガース1点リードに変わっています。5回裏ジャイアンツノーアウトランナー1塁。ワンボールから能見が第2球を投げました。バントから見送ったストライクです。バントの構えから見送ります。ワンボールワンストライクに変わりました。まあ、サードの新井亮太が随分ホームプレート方向近い位置まで来ています。これひょっとしたら通りのサイン出てるかもわからないですね。あ、そうですか。今の見送り方ね、走ってからバウンドするかもわからないですね。あんまり守備隊形動かん方がいいですよね、はあはあ、松本は十分その走力はあります。今シーズン3つの盗塁をマークしています。ノーアウトランナー1塁。ヒットで出塁した松本、あんまり牽制上手くないですからね、はい、3対2タイガース1点リード。東京ドームは5回裏、打席に笠原、第3球を投げました。バントした、1塁線切れました。ファールボールです。バント決まりません。バントできないですね。そうですね、こうなったならばまたサインが変わる可能性もありますね。いやいや、もうバントです。バントです。これはバントですか、はい、バスターなんか避けできないですからね。そうですか、はい、ランナーを走らせるというタイミングはここではないですか。いやー、このカウントではないですね。このカウントではちょっと厳しいでしょうね。ツーツーになったのかもわからないですけどね、はい、ファーストランナーは松本です。このカウントで走るのはリスク大きすぎますよね。3対2タイガース1点リード。東京ドームは5回裏、ノーアウトランナー1塁。守るタイガース、攻めるジャイアンツ。ワンボールツーストライクからピッチャーの尾身がファーストランナーを見て第4球を投げました。スリーバントに行った。ピッチャーの横にプッシュバント気味に取った。2塁に投げた。2塁はアウト。マウンドを右横駆け下りて能見がボールを取って迷わず2塁に送りました。ファーストランナー足の速い松本だったんですが、間一発アウト。ランナー遅れず、ワンアウト1塁と変わりました。ね、今でもいいバントやったんですけどね。ちょっとプッシュ気味にやってきたんですかね。能見のじゃあフィールディングが良かったんですか。だからまあ、最初から普通 の守備隊形引かなくてもあのバントを、ね、あのうまくなさそうだったんで、はい、まあ、正面行ったらこれはゲッツー取れるなって、ね、俺思ったですけどね、はい、まあ、あれじゃゲッツー取れないですけど ね、 ね、バントも、ね、あのコースが良かったですけどね、はい、マウンドの右横一塁方向でした。ちょっとプッシュ気味にやりました。ダブルプレーは取れませんでしたが、同点のランナーは進ませずバンアウト一塁と変わっています。バッター今日1番スタメンの矢野です。矢野がね、左ピッチャーだから盗塁のスタートは切りやすいんですけどね、はい、リードオフはしづらいんですよ、はあはあね、右ピッチャーよりはね、だから今のでもアウトになりますよね。3対2タイガース1点リード。打席に矢野、第1球を投げました。高め外れました。ボール。ワンボールノーストライクです。
リードオフはやっぱりこう正面に見えてるからこそあんまり広げられないんですか。そうですね、はい、だからね、右ピッチャーだったら2歩ぐらいね、あのリードオフできるんですけど、左ピッチャーだったら1歩ぐらいになりますよね。あ、その分ちょっと小さかったんで、ね、松本でもアウトになったんですね。打席に矢野に2球目投げました、打ちました、ピッチャージャンプ、その横を越えていく、ね、セカンドゴロ、セカンドボールを取って2塁キャンパス上、1塁2塁アウト、ダブルプレーになりました。矢野セカンドゴロ、そして西岡が取って2塁キャンパスを踏んで1塁送球アウト、ダブルプレーになりました。同点のランナーを許しましたが5回能見が0点に抑えました。